皆様、スマホの動画撮影、写真撮影、どうやっていますか？手持ちで撮影していると、ブレてしまったり、構図が安定しなかったりと、思うように撮影できないこと、あると思います。そんな時に、便利なのが、このスマホ三脚、持ち運びしやすく、様々な撮影シーンで、ブレずに安定したスマホ撮影ができるようになり、今よりもクオリティが高いものを作ることができます。こちら。まずは製品のスペックを紹介していきます。対応スマホは 5.5 から 10.5 インチのスマホ。こちらの小さいパーツ。この部分にスマートフォンをつけます。スマホを挟むこの部分はゴムがついております。ここを回すことで挟む部分を大きくすることができます。こちら最大サイズ。監督のでけえスマホ。全然余裕です。思いっきり振っても取れません。本体は強度が高いアルミ合金製。組み立て方簡単です。こちら、傘式骨組みのため、しっかりとスマホを固定、長時間安定した撮影が可能です。足パーツは、硬いパーツでできております。本体、重さは約1キロ。三脚の高さは72から155センチ。足は4段階まで伸縮することができます。こちら、開けて、こう伸ばすことができます。長いアームがついていますので、真上からの手元映像が簡単に撮れます。監督170センチぐらいあるんですけども、頭こんなに距離があります。200センチありました。まず使ってみて一番大きな恩恵は、とにかく本体が軽いこと。空手でも楽々です。コンパクトで持ち運びやすいです。本体は42センチ付属の収納ケースが付いておりまして、こちら超ペラペラなんですけども、この分めっちゃ軽いです。本体とこのアーム、スマホを入れるパーツも入れることができます。移動撮影も楽々です。超コンパ、様々な場面で活躍することができます。こちらつなげる部分なんですけども、実はなんと2箇所付いております。こちらとこちら、反対側はこうなっております。本体の先端部、こちらこういう感じで回して固定します。はい、抜けません。というわけで、こういう撮影だったり、横向きだったり、下を向かせる俯瞰撮影、ここをうまく活用することによって、上から完全に見下ろす形に、こんな感じですね。あとは上を向かせるローアングルからの撮影、こんな感じで簡単にぐにゃんぐにゃんなんで、360度好きな位置からカメラを構えることができます。ちなみに監督のスマホ大きいタイプなので、稀にこのアームですね、支えきれない時があります。そういった場合はこちら、こう S 字にすることによって、がっちりとした固定感、安定感を得ることができました。こちらを緩めてこうすることで安定させることもできます。いかがだったでしょうか。スマホスタンド三脚はコンパクトで持ち運びやすく、様々なシーンで活躍することができます。これから三脚スタンドを1本購入しようと思っている方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。興味がある方は概要欄へレッツ。